そろそろテートに着く頃か。ああ。どんな街なんだろうな。違いだらけっつってたっけ。気が重いぜ。中へ入ったら要塞を目指すぞ。要塞？ジグナタスと呼ばれる巨大な軍事施設があるんだ。クリスタルもプロンプトもそこか。攻めがいがあんじゃねえか。しかしクリスタルに死骸を駆除する力があるってのには驚きだ。そう考えている者もいるだけで、確定したとは言えないが、死骸の勢いが夜が長くなったことと関係があるとしたら、クリスタルの奪還はルシスというより世界にとって重要なことなのかもしれないな。ま、とりあえず返してもらってから。どうした？何かあったのか？さて、また非常事態か？車両にレガリアがある。急げよ。分かってる。貨物車両はまだ先か。おい、急げ。防衛機能段階4を発動。すべての出入り口を封鎖します。進め。止まんな。わかってるよ。ぶつかんなよ。わかってるって。今どこを走っている？隣か。線路の上だ。止まったら追いつかれるぜ。急げよ。急いでるよ。捕まってろ。陛下がお乗りだったんだ。そう簡単には壊れないはずだ。避けた先で当たるな。これレガリアなら多少の衝撃は耐えられる。運転に集中しろ。くそ、耐えろよ。機能段階4を発動。すべての出入り口を封鎖します。進め。止まんな。わかってるよ。ぶつかんなよ。わかってるって。今どこを走っている？
トナルか、線路の上だ。止まったら追いつかれるぜ、急げよ。急いでるよ、捕まってろ。陛下がお乗りだったんだ。そう簡単には壊れないはずだ。避けた先で当たるな、こりゃ。レガリアなら多少の衝撃は耐えられる。運転に集中しろ。くそ、食べろよ。急げ、閉まるぞ。ここまでか。十分。ここまでありがとな。まさか丸腰で帝都に侵入するとはな。クリスタルの力で本当に死骸どもを何とかできるのか。まあ行ってみなきゃわからねえ。足止めるわけじゃねえだろ。ああ。いつ崩れてもおかしくねえか。早く抜けよう。こっち行けそうだ。おい、イグニス、グラディオ。一人になっちゃったね。
準備完了。あれが下から繋がってんのか。どうやって行くんだ。これでエレベーターまで行けるか。よし、休めそうだな。昨日からレスタルムは世界の人々の避難所になりました。だから帝国の人もアコルドの人も誰が来てもいいんです。警護の要請はメルダ小教会にすぐ連絡を。ハンターを派遣します。無理はしないように。そしてレスタルムの人々にお願いします。避難してきた人を追い出したりしないでください。温かい気持ちで受け入れてください。レスタルムの明かりを分け合いましょう。誰であってもハンターとして受け入れたい。出身や技量を問わず募集をかけたいと。ええ、今は何よりも人手が必要ですって。でもハンターというのは危険な仕事ばかりなのではという意見もありますが。いいえ、危険を報告してくれるだけでもいい。それもまたメルダシオの人間の役割です。いきなり命を落とすような任務には就かせません。最初は町の警護から。近所を守るつもりでいいんです。なるほど、まずは軽い仕事からなんですね。市街研究所には数週間前から人の気配がなく、中に捕らえられていたはずの死骸が外へと逃げ出しているとの見方が強まっています。これによりグラリア市街地へも影響が出ていると見られますが、中からの連絡は途絶えたままとなっています。帝国鉄道も列車は稼働しておらず、アコルド国内の区間も運休しています。誰であっても昨日からレス市街研究所には昨日から市街研究所誰であっても。
ずいぶん静かだな。誰もいねえのか。見つけられるかな。早くあいつら見つけねえと。どっかにいるはずだ。気をつけて進んだ方がいいよ。おい、プロプト、止まれって。
トン、バックだ。解除レベルを3に更新しました。レベル3までの扉の開放に有効です。友達が死んだかと思ったよね。急がないと次は本物かもよ。いい仕掛けだったでしょう。の間違わなかった。本当に本物じゃなかった？戦えないんじゃ王様を名乗れないね。よくやったね。これはプレゼントだ。なんだ。